Yeah.
こんにちは、今月の、サムライトップガントーナメント、コンディションはチーター、新しいチーターでした。非常に難しいですね。新畑雄飛選手300点達成、後ほど Facebook などで確認していただければ動画などを、見れると思います。素晴らしい投球でした。こういって皆さん輝かしく、スポーツコンディションを攻略して、プレーしていただいて、いろんな舞台で活躍していただければ僕も非常に嬉しく思います。私も頑張って活躍したいと思います。今日はちょっと合わせられなかったですけども、チーターの、PBA リージョナル、7月のリージョナルは、僕も参加しますので、活躍できるように頑張りたいと思います。それから、来月の告知です。来月はですね、第2日曜日に、サムライトップガンは、開催されます。コンディションはベアのパターンです。9月1日に本戦が行われる PBA リージョナルの、パターンと同じコンディションで行う予定です。皆様、参加していただいて、頑張って、皆様が活躍できるような環境をですね、私も作っていこうとは思っていますので、ぜひ参加していただければと思います。来週には、東海オープンが、僕も参加しますので、活躍してリクサスしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。皆様の力で、このようなボーリングが開催できてます。ぜひ参加しましょう。ありがとうございます。リクサス。